内村良三から1910年9月19日は、明治時代前半期の日本の教育者、文部官僚、救命公平、東京外国語学校校長を務めた。開園2年、米沢範囲、内村軽減の着手として米沢元籠町に生まれる。陽名は、陽安。慶応3年6月、同伴の平田で作らと共に、慶応義塾に入社したが、 江戸の情勢が緊迫すると規範を命じられた。母親戦争後、米沢で渡辺高貴、柏村清則から英学を学び、さらに明治2年5月頃から東京麻布の判定で、慶応義塾教員、吉田健介の指導を受けた後、同年中に平田と共に大学南校に入学。明治3年うるー10月に、大学小社長、翌明治4年4月に、 大学駐車長兼大徳行政となり、大学南高寄宿舎の英学生徒を監督すると、共に変則生徒に英学を教えた。同年7月に大学が廃され文部省が置かれると9月に文部省休等出資となった。また、岩倉施設団理事官として欧米に派遣される、文部大、進田中藤丸の随行を命じられ、11月に横浜を出港。 英国の学児調査を担当し、明治6年に帰国した。帰国後は同年中に文部省7等出資まで進み、翌明治7年6月に文部省6等出資、明治9年2月に文部省進むとなった。この間、外務省から明治6年5月に移管された外国語学所の学長を経て、同年10月に本省の学校課長となり、11月からは会計課長を務めた。 また、明治7年10月から11月まで、宮城外国語学校長心得を、明治9年4月から12月まで、東京博物館長事務取扱いを、12月から翌年1月まで同館御用係を、同1月から2月まで、教育博物館御用係を兼務している。明治10年1月、東京外国語学校長に転じ明治18年9月に、 東京外国語学校が東京商業学校に併合されると文部県対象機関に就任。本省学部二局勤務となり東京商業学校御用係を兼務したが同年12月に秘職となった。退官後は本郷で金貸しを経営。晩年は駒込めに広大な邸宅を構え、那須、葉山などに別荘を所有したという。明治43年9月19日。 病により、去年63で死去。墓所は、東京都文京区駒込の吉祥寺にある。ありがとうございます。